皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。星野源さんと小栗旬さんの初共演で注目を集めている現在公開中の映画罪の声。原作は2016年の週刊文春ミステリーランキングで年間ベストワンとなった塩田武さんの同名小説です。そして物語のモデルとなっているのは実際に起こった未解決事件、グリコ・森永事件とされています。大手食品会社6社に、謎の犯罪者グループが、誘拐や身代金の要求、商品への毒物混入などを繰り返し、日本中を震撼させました。35年前に実際に起きた、この劇場型犯罪の脅迫電話に、子供の声が使われていたことに着目し、事実とフィクションを織り交ぜながら、事件の真相に迫った社会派ミステリーです。今回、この映画で注目したいのは、実際の事件もそうだったのかもしれないと思わせる臨場感は、原作小説をそのまま再現しながら、この事件のことを全く知らない若い世代が見ても、十分楽しめるエンターテインメントに作り込まれているところです。そして、それを成功させたのは、脚本の野木亜紀子さんと、脅迫電話に、幼少期の自分の声が使われたことを知る主人公の一人曽根俊也を演じた星野源さんとの最強タッグと言っても過言ではないと思います。今回メガホンを取られた土井信弘監督と乃木さんは2016年に一世を風靡したドラマ逃げるは恥だが役に立つなどで何度も組んでいますが、その逃げ恥や包囲解剖医の世界を描いたアンナチュラル、現代に生きる人たちを見つめた獣になれない私たちなど、娯楽作品の中で、現実の社会問題を提示するのが、とってもお上手です。今年放送された、MIU404 でも、警視庁機動捜査隊をめぐるアクションドラマの中で、日本で働く外国人労働者の問題など、この国が抱えている厳しい現実を浮き彫りにしていたのですが、罪の声でも、文庫版で535ページもある。長尺の原作に磨きをかけながら、子供たちを巻き込んだ、犯人たちの罪深さを訴える原作のテーマをより強調して表現しています。一方で、乃木さんは、この映画を、新聞記者、阿久津、小栗旬さんとのバディにすることで、原作とは違った、よりエンターテインメント性の高いものにすることに成功させています。そんな乃木さんの狙いを、曽根に扮した星野源さんが、さらに魅力的な形で成立させているのです。星野さんありきで、最初から企画が進んでいたこともあり、乃木さんは、逃げ恥やMIU404などで、周知の彼をイメージして脚本を執筆できたそうです。撮影は、罪の声の方がMIU404より先です。その狙い通り、京都の老舗テーラーの2代目店主という役柄には、星野さんの音楽家、イコール、クリエイターとしての職人気質が、奥さんとやりとりをするシーンでは、優しく穏やかな人柄が反映されています。そして、そんな彼のキャラクターが、阿久津に扮した、小栗旬さんとの掛け合いの中で開花しています。MIU404でも、綾野剛さんとバディを組み、今までとは違う顔を見せていた星野さんでしたが、罪の声でも、出会うはずもなかった。全く住む世界の違う人同士が、少しずつ距離を縮めながら、事件の核心に向かう展開にリアリティを持たせていて、ぐいぐい引き込まれていきます。ワディの設定は、映画だけのオリジナルとなっているので、曽根と阿久津の会話には、アドリブもふんだんに盛り込まれているんだそうです。初共演の2人は、がっつりと組んで、違った個性と個性をぶつけ合い、託された役割を、どのように体現しているかに注目です。そして、星野源さんと野木亜紀子さんの最強タッグといえば、2021年1月に放送される逃げるは恥だが役に立つの新春スペシャルドラマです。タイトルも逃げるは恥だが役に立つ頑張れ人類。新春スペシャル。に決定し、現在撮影が進められているようです。全く趣向の異なる2つの作品ですが、見比べてみるのも面白いかもしれません。ここからは、ネットの声をご紹介します。星野源は、俳優としても音楽家としても、その人柄に引きつけられる魅力的な存在。源さんは、
役者のお仕事をされるとき、俺が俺がと前に出ようとする方ではないので、地味に抑え気味に見る人も多いようで苦笑。なので、こういった記事を見ると嬉しいですね。細やかな目線や動きなど、本当に自然な佇まいな演技は秀逸だと思います。源さんって普通の人の普通の動きがうまいと思うんです。大げさじゃないの。目立つことではなく自然に出る表情とか動きとかがいいのよ。コメディーだと歩いているだけでも面白く、見ているこちらにその人物の心の変化や感情を想像させる。自然で細やかな演技が秀逸だと思います。逃げ恥では指先まで平正さんでしたし、罪の声ではぜひ映画を見て確かめて。今年は紅白出るのかな。おげんさんスペシャルステージ足す折り合いって感じで、去年と一緒かね。最初は犯人は誰だ、子供たちはどうして声を使われてしまったんだろうなどと考えていたが、ストーリーが進むにつれそんなこと頭にないくらいに二人の演技に引き込まれて、最後は胸が苦しくなりました。でもちゃんと前を向いているストーリーで見応えがある映画です。1日に見てきました。そして今日2回目見に行ってきます。原作&脚本&演出の素晴らしさと、星野源さん、小栗旬さん、その他の演者の皆様の最高の演技も相まって、いろいろと考えさせられる心に響く映画でした。源さんも2代目テイラーという設定からなる所作の美しさや、かなり練習されたという京都弁、品の良さがとても伝わってきて、すごいなぁと思いながら楽しませていただきました。父親が森永製菓の社員でした。犯人が生きてるなら、この映画を、事件をどう感じているか知りたいです。視聴者の読解力や受け取る力というものが必要な質の高い映画だと思いました。犯行の動機に関しては、少し拍子抜けした感はありますが、それは時代背景にもよるのかもしれませんね。いい意味でも悪い意味でも、あの頃は激動の時代だったのかな、と。見終わった後、何とも言えない色々な感情が湧き上がりましたが、救いのない終わり方ではなかったです。人の数だけ人生があり、自分の価値観や正義感が正しいと思ってはいけないし、溢れ返っている様々な情報に対して、何が真実なのか、どういう意図なのか見極める力をつけることが必要だとも感じました。とても重厚な作品を見ることができてよかったです。派手さはなく鬼滅に隠れがちですが、こういう作品をゆっくりと鑑賞できてよかったです。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。